ラディーナさんのムラリー開運358。ラティーノヒット。チカ、tú quieres probar a un latino más?おはようございます。クールにおはようございます。ちょっともう GT が見えちゃったじゃない。今日お腹出してます。今日のゲストはですね、アクティブガレージさんの、阿部雄一さんです。よろしくお願いします。阿部さんの話はですね、この後ちょっと深掘りしていきたいと思うんですけど、はい、その前にですね、儀式があるんですよ。なんすか。いや、なんすかってもう分かってるでしょ。いや、事前に見てきたって言って、まあ、こういうコロナのご時世でね、はい、もう今めちゃめちゃ増えてるじゃないですか、はい、ね。こんな狭いスタジオにね、大の男がマスクもせずに、はい、ぎゅうぎゅう詰めのところに大丈夫なんだと、はい、心配してる輩がいるんですよ、はい、わざわざ電話かけて、あいつは何やってんだ、マスクもしないで文句言う人いるらしいんですよ。、はい、まあ、そんな言われるぐらい、ね、見てくれる人いれば幸せなんですけどね。で、ワンシーズンからちゃんとこうパテーションあるんです。パテーションで守られてますから、もうペッ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 、翼の人も大丈夫ですからね。はい、ということで、そういうね、心配してる人にちゃんとコロナ対策してますよということで、はい、じゃあこれちょっと読み上げたらいいですか。はい、コロナ対策について演者スタッフの検温を行っています。換気50分に1回行ってます。番組入会時スタジオ内すべて消毒しています。トイゴヤズーリ FM のスタジオには窓があります。緊急車両のサイレン、台東区の緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点があるとは思いますが、ご理解ください。はい、ということでね、顔隠して投げてましたけどね。コロナが増えて緊急車両本当に多いですよね、最近救急車が、はいはい、今日もこの1時間のうち何台取るんでしょうかね。そして、あとこれもお願いします。はい、またいいですか。はい、隠すね。番組応援の会、会員募集、鳥越アズーリ FM のこの番組が好きという方に朗報です。番組の番組応援の会に入会することで、スタッフルームからの見学やテレビ電話出演など、あなたも番組に参加することができます。詳しくはホームページより。はい、ありがとうございます。読むのうまいですね。いや、最後、はい、最後これ、はい、はい、あれ取れちゃった。番組へのご質問はこちらまで。はい、アットマーク AZPANFM、 アズパン FM と思ってください。アットマーク AZPANFM、 もう一回、アットマーク AZPANFM、 こちらまでね、ご意見ご要望、そしてラティーナさんのクレームとあればね、送っていただければ番組中に紹介したり紹介しなかったりしますんで、これはAD 次第です。はい、ありがとうございます。儀式終わりました。はい、今日もですね、ラジオ生放送中に今 TikTok ライブもしてますんで、よかったら TikTok ひらがなでラティーナで検索して、こちらからも見ることができますので、よろしくお願いします。はい、今日はですね、アクティブガレージ、はい、ね、アクティブガレージっていうと、まあ、車関係の仕事ということで。そうですね、はい、はい、主にどんな感じのことをやられてますか。うん、自分がやりたいことをやってる会社ですね。そのやりたいことって何ですか。車好きなんですよ。はい、で、車をきれいにしたり、うん、あと、まあ、かっこよく、僕が思う価値観の中でのかっこよくしたり、うん、あとは、まあ、傷をつきにくくするプロテクションフィルムっていうのを貼ってみたりしてますね。うん、プロテクションフィルムってのがあるんですか。はい、これを貼ると傷がつきにくい。そうですね、うん、ただ施工料金が結構高いので。あ、全部貼るから。そうですね、全部貼ると大体150万ぐらい。1台車買えちゃうぐらいの。1台は買えないですけども、はい、大体どうしたら固まんなくていいですか。いいのね。大丈夫、
あの、もうツイッターコメントが来ました。じゃあせっかくなんで、ちょっと、ね、はい、言ってください。気にしなくて大丈夫ですからね。はい、あ、なあちゃん、ラティナさん、安倍さん、おはようぐと、とっても暑いですね。はい、水分補給して体調を崩さないように非常に過ごされてくださいね。お二人にご質問です。好きな食べ物は何ですか？アイドルに聞く質問ですかね。今はチェーン店一瞬バーッと増えたんですけど、で今関東で2店舗になっちゃった東京力飯が好きですね。東京力飯減ってますよね。あれもう 2店舗、全国で3店舗ぐらいですから。一時バーッと増えたじゃないですか。一瞬バーッと増えた。焼き牛丼かなんかですよね。そうそうそう。あれなんであんな減っちゃったんですか？なんででしょうね。なぜか新宿の西口と、うん、あと千葉の新鎌ヶ谷なんですよ、うん、そのたった2店舗なんですか？そう、あのコロナ前から減ってましたよね。そうですね、うん、一気にできて一気になくなった感じですよ ねなんかいきなりステーキ並みに減り方が、まあ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 、そうですね、いきなりステーキより激しいですね。激しいですよね、でもそんなに話題になってなかったですね。話題になってないですね。ね、それはそれで寂しいですね。寂しいですね、あれやっぱ焼き牛丼が好きだったんですか？焼き牛丼、そうですね、肉体労働者なんで味濃いのがねどうしてもね、はい、は禁止薬物が好きですね。禁止薬物、味濃い。僕は、ね、スタ丼が好きなんです。あ、スタ丼ね。スタ丼、もともとスタ丼って国立発祥なんです、はいはい、出身が国立なんですよね。ああ、誰だっけ、あの元暴走族の、元暴走族誰だっけ、あの同じぐらいの世代のあれじゃないですか、は今俳優の。そうそうそう、エンペラーですよ。そう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 、あの人国立だったんですか？え、あの人国立、あの辺でしょ、立川だと。立川か、うん、やっぱスタ丼好きなんだよね。そこまでは知らないですけど、いや、あの当時はスタ丼ツアーもう国立しかなかったんです。あ、学生時代は。で、僕の好きな食べ物はちなみに、はい、今だったらトウモロコシ。トウモロコシ、今この浅漬けのトウモロコシはめちゃめちゃうまいんですよ。ああ、美味しいですよね、白いやつ。じゃあ、まあ白じゃなくていいんですけど、朝摘んだやつが甘いんですよね。そうそう、はい、そうそう、それをね、食べにわざわざ来週も長野に行ってきます。ああ、すみません、地味な回答で。でも力飯はね、視聴者に聞きましたんで。ありがとう。こんな感じでツイッター来るんで。はい、ああ、わかりました。何の話してたか分かんなくなっちゃった。そのお仕事の、ね、コーティングの話して、はいはい。そうですね。カスタム、カスタムとはまた違うんですか？カスタムっていうカテゴリーに入れたいですね。うん、どっちかっていうと。はい。じゃあ、車の中身も改造したりとかもするんですか？車の中身は、うん、あの、昔はいじってたんですよ、うん、ただ今って何でもコンプライアンスとか保証の問題とか出てきちゃうんで、 あんまりやらないようになりましたね。じゃ あとは何もやらなくても、もともと今性能高いじゃないですか。確かにね。だから特にやる必要はないかなっていうところもあって、うん、そこもそうだね。僕は昔自作とか入ってたけど。あ、そうですね、メモリーの最近はね、うん、もう自作ってあんまりやらなくても性能がいいから。そうですね、そういう感じですか。そうですね、うん、じゃあ外側が多くなって。そうですね、ラッピングとかです。ラッピング多いですね、うん、で、うん、今までいろんなラッピングされてきてますね。そうですね、はい、どんな方の、結構有名な方もされてらっしゃる。どういう人、野球選手なんか、プロ野球球団かで、東京の。そうですね、はい、何人かいますね、うん、戸郷さんとか。戸郷さん戸郷さんって、おととしのエースかな。そうですね、はい、そうですね、で、おととしのエースじゃない、今もそう。いや、今も頑張って現役で全然若いですよね、また。若いですね、22、23歳。やっぱ結構イケイケで、あの、なんか割り切りがすごい早いんですよ、ね、割り切り、うん、なんか気持ちの切り替えっていうか。あ、なるほど。そう、だからたまに電話かかってきて、うん、今川越であの大手町近辺行くんですけど、美味しい焼肉屋ないですか、ね、俺は食べログじゃない、食べログ。そんな感じ。それ割り切りとどう関係あるんですか？わかんないけど、割り切りは、あ、今日はもう、今日は赤のに塗り替えてくれるから、青に塗り替えてくれるからのさ、そういうことじゃなく。あとね、野球選手いい肉してるんですよ。いい肉、肉屋を知ってるってことですか？いや、戸郷さんとかね、すっごいなんかね、まあ細いんですよ、うん、細いけど、あの形がふわっとしてる。体の軸。そう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 。今焼肉の話か。焼肉じゃなくて肉屋の話か。かボディですね、うん、マイボディ。鶏ももみたいな、触らせてもらうと柔らかくて重そうなの。絶対水に沈むなみたいな。あ、そうなんだ。そんな筋肉。水泳選手ってそんな感じなの？水泳選手硬くないですか？硬いんですか？うん、そう、野球選手結構柔らかいですよ。お尻が、ピッチャーとかお尻が全然違いますよね。
そうですね、うん、そうですね、お尻は硬いな、お尻硬いけど、ね、そうそう、腕とかお腹とかはなんか、ね、本当鳥のささみ触ってるみたいな感じ、いい感じですよ。野球選手一人こうバッティングするとまたそのチーム内で広がったりしません？そうですね、何人かやってますね、うん。ちょっと写真をね、ラッピングの写真をちょっといくつか出していただきます。これはなんかショーですね。これはロシア人の女ですね。あ、じゃあ車の方ね。そうそう、女じゃない、車ですよ。あ、これはね、8年、9年ぐらい前の名古屋のモーターショーがあって、うんうん、その時にデモンストレーションで出したんですよ。で、うちの車なんですけど、うん、マットホワイトに一回車をラッピングして、うん、キャンバスとして捉えたんです。あ、でそこからペンキで、うん、地元のアーティストの人に竜とか虎とか自由に描いてもらった、うん、手書きなんですかこれ？これ手書きです、ペインティングして、はい、貼ってるんじゃないんだ、はい、すごいな。当時結構そういう発想がなくて、うん、というか車にいたずらするっていうと、うん、もう捨てちゃう寸前の車だったんですけど、一斉前場の車で、うん、こういうのもなかなかなかったんで、勇気いりますね。そうですね、うん、でちょうどでもタイミングが、まあ、言っちゃいけないことなんだけど、竜と虎じゃないですか、うん、で名古屋のモーターショーだったんですよ。ちょうどあそこの大きい組の組長が出所したタイミングで名古屋だったんで、このまま走って帰るのやばいよとか言われて流しましたね。G とか、D とか T とかで野球の話にすり替えればいい。ああ、なるほどね。でこれが元の車です、ね、あ、これ元、あ、じゃあこっちを先に出せばよかったです。あ、でもでこれを、うん、ホイールを下のように赤くして、うんうんうん、赤く大きいホイールに変えてからいろいろいじり始めて、ね、一回白く塗って、はい、それからこう手書きで変えたっていう感じ、ね、そうですね。なるほどね、うん。まあ、というか、お蔵さんもこれも、うちでラッピング、これは印刷したインクジェットでする人ものを貼ってるんですけど、これもラッピング、これもラッピングです。でもそうですね、これ左右アシンメトリーにして。あ、そうなんだ。はい、かなりすごい。そうですね、これはそうですね、 なんかねなんとなく竜のモチーフが安牌だったんで、うん、よく使っちゃってますね。これ描いてる人は同じ人ですか？同じ人です。あ、これはなんかボンネットに入る。そうそう、これはね、うん、まあこれテスラって今テスラって車なんですけど、うん、まあエンジンルームが、うん、モーターなんで、うん、隙間があるんですよ。だからこうやってお姉さん乗せて走れるよっていう。普段エンジンが入ってるところにエンジンがいらないから。そうそうそう、僕はそのエンジンとモーターの違いが分かってないんですよ、そもそも。あ、燃料入れて走らせるのがガソリンとか軽油とか、うん、燃料入れて走らせるのがエンジン、うん、でプラスとマイナスの電池をつなぐのが、うん、でウィーンと回るのがモーター。モーター。だからでもその燃料タンクの代わりにバッテリーが積んであるわけですね。そうですね。テスラっていうのが一番進んでて、うん、小さい4センチぐらいかな、うん、の細長い電池が下に7千個ぐらいわーっと置いてあると畳みたいに敷き詰める。あ、そうなんだ。小さい電池が7千個なんだ。大きいバッテリーじゃない。大きいバッテリーじゃなくて、えー。大きいバッテリーだと持たないので。うん、1回のトルクはあるんだけど、うん、その粘りがないので、だから小さいバッテリーでいっぱいの方がいいんだ、はい、あれって急速充電であるじゃないですか、サービスエリアとか、はいはい、あれ一時どんぐらい充電するのどんぐらいかかるんですか、急速充電。ね、各社いろいろあるんですけど、でも日本は一番遅れてて、うん、で海外だとこのテスラでいうと急速充電器、うん、だいたい1時間充電すると、400キロから500キロぐらい走れますね。1時間かかるんですね。そうですね、うん、で買うときに一番初めに買うときに一瞬考えたんですよ、うん、電池なくなったらどうしようとか、途中の充電どうしようとか。そうなんですよ。だけど考えてみたら目的なしに走る年じゃないなと。なるほどね。そうだ、仕事に使うようにしても、うん、こっからここまで行くわと、うん、でこの地点でここで充電すればいいやと、うん、でここお茶飲めるか、例えばパレスホテルの中にも充電器あるから、うん、じゃあパレスでお茶しながら充電しようと、うん、でその後時間調整して動けばいいやっていう感じで、うん、なんかサービスエリアとかもまだちょっと少ないんですよね。そうですね、もうちょっと増えないとちょっと買う勇気がないな。そうですね、うんうん、ただまあガソリンスタンドでも、うん、
すぐ充電できるわけじゃ、あ、ガソリン入るわけじゃないから。まあそうですね、はい、またあのツイッターコメント来ました、はい、マイドリームイズ和田明子さん、ありがとうございます、いつも、はい、おはようグルト、阿部さんはじめまして、アッコさんですよ。全然アッコさんじゃないですかね。全然アッコさんじゃない。どういう人なのって言えばいいの、和田明子さん風に。いや、こういう名前なんでね。名前なんでしょうがないですよ。でも一応確認しとかないと、本当に知らない人アッコさんだと思っちゃうかもしれない。一応ね、あの確認しておきます。アッコさんどうも。アッコさんどうも、ありがとうございます。はい、本日も楽しく拝見したので、そんなお二人に質問です。好きな女性のタイプを教えてください。なるべく詳しく、これ全然女性の話今まで出てないんですけど、まあでも今ツイッター来たんでね、これちょっと答えないといけないですね。今日も暑いですが、暑苦しいトーク期待した。うるさいわ。好きな女性のタイプを詳しくって、どんなタイプ、あれこれ別に普通に話しちゃっていいですか。普通に話しちゃ、上も下も関係なく、笑い上も下も関係なく大丈夫です。大丈夫下もこれ NG ないんで、うちの番組は。あ、でもあれですね、 YouTube で放送されますね。YouTube で残りますね。あ、なるほど。そうですね、その、あの、うちの奥さんですかね。嘘です。いや、嘘ですじゃなくていいじゃないですか、そこは。そうですね、和風の顔好きですね。え、堀北真希とか好きですね。あ、若い子が好きなんですね。若い方がいいですね、やっぱね。堀北真希、うん、ね、なんとなく最近見ないですけどね。そうですね、はい、昔いた時の堀北真希とかいいですね、うん、なるほどね。そう、なんか女優さんですよね。あんまりグラビアとかもやんない感じの。そうですね、あとは田辺美香子とかね。あ、田辺美香子超わかる、わかる、あれ絶対おじさん好きなタイプですよね。そうそう、あれめちゃくちゃ美人じゃないけど気になりますよね。そうあれなんか気になるのよ、ちょっとね、まぶたが熱いんですよね、なんとなく。そう、なんかちょっと人っぽい感じなんだけど、うん、あの人なんか気になるんですよね。将来大女優になる感じがしますよね。もう大女優みたいな。もう大女優か。何人かも。いや、あの、なんか、ワンコポリスみたいなのやってたんですけど、なんだっけ。デカワンコ。知らないですか？知らないっすね。すいません。はい。はい、僕誰だろうな。僕ね、急に振られても、基本的に僕は、あの、変態が好きなんですよ。芸能人っていうより変態が好きなんですよ。あの、なんかね、美人じゃなくていいんですよ。なんかこう、なんか触った時にリアクションが変態な人。あ、渡辺直美と。渡辺直美変態ですか？あの人結構まともじゃないですか。しずちゃんとか。いや、別に大柄な女性好きって一言も言ってないんですよ。そうですね、はい。なんかね、わかりやすく言ったら清水愛理とかね。あ、ちょっと変態っぽいじゃないですか。なんかそういう、なんかリアクションがグッとくる人が好きですね。大丈夫ですかこれ。大丈夫ですか。何の話だよってことで、このままだと本当雑談で終わってしまうんで。終わっちゃいますね。はい。あの、じゃあ、せっかくなんで安倍さんのちょっとね、あの、今日はですね、安倍さんいろんなメディアとか出てます。ね、ちょっとメディアの写真を見しながらちょっとね。はい。これは何の番組ですか。なんか千鳥。これはね、うん、アベマ TV だったんですけど、アベマ TV で、はい、あの、チャンスの時間っていう、はい、結構人気ある番組だったんですけど、はい、これの、なんかノブが新車を買ったんで、うん、それをカスタマイズっていう企画で、うん、で、うち来られてましたね、はい、で、これ見にあったんですか、ノブさんの車。いや、これを見て、で、ノブさんの、あの、ベンツかな、白いやつ、うん、これやったらええやんって、相方が言ってたんですけど、うん、なんかディレクターのジーパンの柄みたいで嫌やみたいな話とかいろいろしてて、千鳥さんも話面白いですね。まあ、当時あんまりプロですからね。そうそう、なんかかまいたちさんもいるんですか。かまいたちさんもいますね。すごい番組ですね。結構そうそう、あとは、うん、あの、朝倉未来格闘家と当時付き合ってた小倉優香っていうのもいましたし、結構綺麗ですね、はい、なんかもう人脈すごいんですよ。だから朝倉未来さんも、もうなんか人脈でありそうな感じ。すごいですよね。ね、あの、ブレイクダウンだったっけ、なんか、ね、あの素人の1分間戦う。あれ見ちゃう。そんなの江戸川で深夜夜中入ってコンビニとかの前行ったらいっぱいいるじゃないですか。入れずに入ったなんか気の荒いやつとか。江戸川まだいますか。江戸川。あとはね、あの、歌舞伎町の、歌舞伎町ね、なんか手作り餃子屋の前とか結構います。ピンポイントだな。ピンポイント。
その餃子屋さんがコンセプトがすごくて、うん、あの受刑者を集めるんですよ。で受刑者を働かせる。なるほどね。でも最近の受刑者なかなか集まんないって言ってるから、うん、そんなもんさって言って、あのカウボーイみたいに、ね、こうやって縄こうやってぐるんぐるん回して店の前でパーって投げればもうみんな引っかかるから受刑者。トマミじゃねえか。トマミ。それでですね、このグッズプレスっていう雑誌、はい。でここにも載ってるね、あのちょっと持ってきていただいてますね。はい、ちょっと手元を映してもらって、はい、このなんかビーズみたいな、これ何なの、これは、はい、あ、ね、商品がこれで、はい、イグニスっていう商品なんですけど、はい、帯電防止、静電気を防止する、うん、あれ、うん、こっちか、こっちか、はい、静電気を防止する機能を含めた、はい、あの車用のワックスなんですね、うん、ワックスとクリーナーなんですけど、うん、まあ、なんだろう、汚れ以外にホコリが車についたりとかすると思うんですよ、うん、でそのホコリってなんでつくかっていうと、うん、まあ例えば地下駐車場に、うん、ホテルの地下駐車場に長時間車を置いていったりとかするとなんか風が吹いてないのにホコリが溜まってたりとか、うん、それってあの静電気がバーッとホコリを車に付けちゃってくっつけちゃうので、うん、あとは冬場とか、うん、ドアノブ触るとパチンって静電気が吹くとか、うん、それってまさにこの状態で、あの静電気がこうやってくっついている状態ですね、うん、ポリカーポネート、これが通常の状態、そうですね、はい、ポリカーポネートに発泡スローでこれがバチバチと静電気が起きている状態、うん、それを、これを塗ると、うん、サラサラ、こんな感じにサラ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 になるという感じですね。これ一個一個塗ってあるんですか。はい、このつぶつぶに一個一個塗って、つぶつぶに一個一個塗って、いやそんなわけなくて、あのこのあのなんだっけ、ケースの中に、うん、ケースか、塗って、そうかそうか、そうすると静電気が起きなくなる、そうかケースでいう感じですね。なるほどなるほど。でも、うん、まあこれなんだろう、他にもいろいろ用途はあると思うんで、うん、なかなかでも、うん、その車しか僕用途は思い浮かばないんですけど、うん、例えば九州の人たちが、うん、あの自分の車とか、うん、あとはあの家の、まあ、窓ガラスとか、うん、身の回りに塗りたいっていう人たちもいて、うん、なぜ、あとは新幹線じゃないか、あの電車とか、うん、バスとかにも塗りたいと、うん、なぜっていうと、あの九州ってすごく埃が被るんです、うん、桜島が噴火すると、なるほどね、そのなんだろう、噴火した、うん、あの噴流ってなんか磁気を帯びてるらしくて、うん、すごくくっついたり、あと、うん、あの電気製品に膜影響を及ぼすんで、うん、だこういう商品をなんか展開していければいいのかななんて思ったりとかも、ね、群馬とかもいいですね。群馬も空風がすごいですから、群馬も空風で全部飛んでっちゃうから、うん、あんまり意味もないかもしれないですね。まあまあ、でもそうだから、まあこんな商品を自分で、うん、あの開発して作ったんですけど、なかなかね、あの物はいいんですけど、昨日も、うん、あの某東急ハンズで言ってるよ。言ってる。あの商品のプレゼン説明会、うん、まあ、うまくすれば商品使ってもらえる。あ、それだ、みんな集まってプレゼン大会みたいな感じ。20社限定とかで、うん、あの口コミでその変わった商品とかを探して、うん、で定期的に、うん、まあね、バイヤー、うん、バイヤーにプレゼンしていくんですね、うん、でこの商品を持っていったんですよ、うん、でまあちょっと毛色も変わってるしなかなかないので、うん、オンリーワンだから面白いかなと思ったんですけど、うん、でまあそんな感じでしたね、うん、ただまあ一生懸命説明して、うん、まあ普段喋り慣れてないので一生懸命、すごく一生懸命説明したんだけど、うん、結局あちょっといまいち見えてこないですねって言われて、あその日的な利用が見えてこないんですよね。そうですね、性能はいいんだけど、じゃあそれをそのドア車以外に何か使う発想があれば、ね、多分一つ車以外にって言われて一生懸命言ったのが、うん、バイクのヘルメットいいですね。いや車だよ。車関係ざっくりで車関係、はい、でそうで、うちのターゲット層がその30代から50代の女性なんですよって、うん、ああ無理だなって。30歳から50代、えでもそんな東京アーツって女性率高いんですかね。わかんないですけど、だからお線香でも持っていけばよかったなと思って。お線香に塗るんですか。お線香、そうです。いやでも東京ハンズって僕、はい、イメージ的にはもう学生の時はめっちゃそこに行くだけで楽しかったんですけど、そうですよね、最近全く行かなくなったのは100円ショップのせいかなと思って。結構100円ショップで賄えちゃうんですよね。そうですね、東急ハンズやロフトとか行かなくても100円ショップ安くて性能めちゃくちゃ良くないですか。いいっすね。しかも使い捨てできるじゃないですか、うんうん、でなんか似たような商品のラインナップが最近100円ショップも増えてきたんで、ですよ、選ぶ楽しさが
昔100円ショップっていうと30年前はなんかザルぐらいしか置いてなかった、ザルとあとなんかカードケースみたいな、うんうん、そうそうそう、そのザルも1種類しかなかったけど、うん、今はいろんな種類があるじゃないですか。バリエーションが多い、めちゃくちゃ。だから昔は東急ハンズもそういう楽しさがあったんですよね。なんか、うん、そう、うちらの世界で言うとやっぱり車の世界なんだけど、うん、そのカーワックスって言っても何十種類もあって、うん、ラインナップが東急ハンズ行くと全て揃ってるみたいな。あのオートバックスとかも昔と比べたらすごい少なくなってるじゃないですか。そうですよね。オートバックスタイヤ交換とかいろいろ買いに行こうと思ったらないんですよね、最近。あんまりないですね。やっぱ車自体がちょっと減ってるのかな。そうですね。なんかカーシェアとかにしちゃうかな。昔はオートバックスってマフラーとか、うん、マフラーってあの首に巻くやつじゃなくて、あの排気ガスが出るやつ、はい、あとはあのタイヤ の、うん、あのホイール、ホイールとか、うん、あとはなんか電装系のパーツとか、うん、カーオーディオとか多かったんですけど、今そういうのが全然なくて、なんかあの椅子にかけるシートとかフロア、ね、そうそう、あとアイテム系の鋼材とか、うん、今のばっかりになっちゃってますよね。なんかだいぶちょっとね変わってきましたよね、メッションがね。そうです。さあ、あのツイッターボックコミットまた来ました。はい、これ名前は尾形博さん尾形博さんでいいのかな。はい、おはようグルト、車をテーマにしたお二人が大好きな映画などがありましたら教えてほしいです。ちなみに僕は定番のワイドスピードとか昔見たトランゾの7000とか、結構古いんですね、トランゾの7000とか。あ、ね、はい、確かにワイドスピードはワイスピですよね。最近ではワイスピか。はいはい、僕らはやっぱトランザム7000とか好きでしたね。あーバートレイノルズだったかな。はい、はい、あとキャノンボールとか、ね、キャノンボール、キャノンボールめちゃめちゃハマりましたね。パラフォーセットで、パラフォーセット、そっちですかそっち普通ジャッキーチェンとかね。あ、そうそう、ま、あれもバートレイノルズですよ、ね、バートレイ、そうですね、うん、あの当時のバートレイノルズは一番人気あったんじゃないですか。あー、そうです ね、 ね、パラフォーセットとかね。トランザム7000の後のキャノンボールでした、確かに。そうですよ ね、 ね、流れ同じですよね、これね、はいはい、確かね。ねえ、ちなみにどんな映画が好きですか。パラフォーセットです。パラフォーセットは女優映画じゃなくて女優、ね、女優女優あのワイドスピードももう今初めの主役の人が死んじゃってね。ああ、そうですね。今あのドウェイン・ジョンソンが結構ブイブイになってきます、はいはい、そうですね。あとなんだっけ、仲悪いんですよね、あれと。名前出てこないや。名前出てこない、ね。名前出てこない。なんとか坊主の人ですか。そうそうそう。ですよね。で主役が2、3人ですよね、これね。います、ね。交代交代やってて。うまいやり方するからね。まあそうですね。でもこんな続くと思わなかったですね。そうですね。2の時に、あの、僕の友人とかの車をみんなアメリカも撮影用に貸してくれって持ってってたんですよ。あ、日本で撮影した時とかもあるじゃん。あれは東京ドリフトっていう。そうそうそう。時で、あれも、あれは日本でのロケ で貸し出し、うん、すごい人気出た、うん、あのなんかな RX7 っていう車が、うん、フォーチュンっていう仕様にしてて、うん、で、どうだな、横溝レーシングだから、うん、ベールサイドっていう会社がそれを全部カスタムして、うん、あ、そうなんだ、はい、あの場所みたいなまだ続いてますからね。そうですね。なんかでも空から降りてみたり、スカイミッションとか、そうそうそう、なんかアイスブレイクとかね、そうそうそう、なんかちょっと違うようになってきちゃって、もう完全にアクション映画ですからね。なってますね、うん、はい、昔のあのスピード、単純なスピードって映画もあったじゃないですか。はいはい、あれまあ車はなかったな、バスぐらいか、車バスですね、バスと電車とね。なんかでも昔ってあのビッグウェンズデーでもそうだけど、うん、そのサーフィンの映画だけど、でも車が出てきて、そのビートルの鼻が長いやつが出てきて、で上にサーフボード積んでたりとか、だからなんだろう、生活の中に車があるっていうか、アメリカンクラフティーなんかも、そうですね、そうそう、昔の人ですね、岡ちゃん出てる出てる、ワイスピア新しいけど、はい、トランプの話はなかなか出てこないですよ多分同世代だと思うんですね、はい、ありがとうございます岡ちゃんということで、もう30分になってしまったんで、はい、ちょっと曲の時間、はい、ね、後ほど曲の後またね詳しくちょっと話ししたいと思います、はいはい、ということで今日おすすめの曲は何でしょうか。今僕といろいろコラボさせていただいてる、若いラッパーで YouTuber で、うん、渋谷界隈だと知らない人がいない翔さんっていう人ですね。本当に安倍さんのおかげで私もお会いすることが来てなんかその今回ちょっとリクエストしたテーマの曲が、うん、あの日本よりドイツとオランダで人気があるっていう。ドイツすごかったですね。ドイツで大ブレイクしてましたからね。ドイツすごいびっくりした俺。ヒットチャートのベスト10以上入ってるみたいな、うん、はい、そうそう。じゃあそのタイトルをじゃあカメラに向かって、はい、
ゴールドベンツ。でも残念なことに映像が出ない、はい、このガス中古のベンツ、話題のゴールベンツ、みんな振り向くヤバめのセンス、ヤバめのセンス、俺は変わってる、日本で浮いてる、個性出してく、ベンツ光ってる、マジで気に入ってる、キャラに染まってく、繰り返す売名、名前は小児改名、走る金閣寺、車内で食うグリーンカレー、インパクチー、食を汚いてないから優しいとすぐ確認、ベンツ本拠いいからかけるいい作詞、ラッキーカラー金だから金キラー、いい確信、時間止まらない、終わらない、止められない、車内怒鳴らない、怒らない、どけられない、車都市運は大渋滞避けられない、煽り運転ダメ、前の車焦らせない、キラキラピカピカ、キラキラピカピカ輝く車は噂のベンツ、いろんな人から見られる廃墟、記憶に焼き付くケツメのセンス、デカめの方針、デカめのダイヤの指輪にハンドを握れていかず、増えてくダイヤのアイテム、まだまだこれから光らす響かせまぶし、付き合い良くない方でも最近いろいろ動いて新たな経験、車が素敵なとこを伝えたく気づけば周りに集まる前面、アクセル全開踏み込む直線、全てを忘れる気分も爽快、静かな上品、たまにはいいかも、まず間違いない、片押しのベンツ、今日もこのガス中古のベンツ、話題のゴールベンツ、みんな振り向くヤバめのセンス、ヤバめのセンス、俺は変わってる、日本で浮いてる、個性出してく、ベンツ光ってる、マジで気に入ってる、キャラに染まってく、繰り返す売名、名前は小児改名、 S600550 ではなく S350、 全く問題なく経済的、壊れない車内快適、乗り出し価格は220万円、次に買う車は考えてません、その前に対して俺儲けてません、トップだ上限、カッサラう頂点、フォーカスアルバム出してブレない焦点、尖ったフロントライト、浴びるスポットライト、 W221 が大きい形最高、カールソンホイールは21インチ、ゴールデドベンツをみんなが認知、ショーだと誰もが車でワークアウト、いかついボディラインセレブ、これハンマー、古さが走り出すベンツ S クラス、後ろの席には似合うシャンパングラス、片押しのベンツ、今日もこのガス中古のベンツ、話題のゴールベンツ、みんな振り向くヤバめのセンス、俺は変わってる、日本で浮いてる、個性出してく、ベンツ光ってる、マジで気に入ってる、キャラに染まってく、繰り返す売名、名前は小児改名、片押しのベンツ、今日もこのガス中古のベンツ、話題のゴールベンツ、みんな振り向くヤバめのセンス、俺は変わってる、日本で浮いてる、個性出してく、ベンツ光ってる、マジで気に入ってる、キャラに染まってく、繰り返す売名、名前は小児改名、I love Chris Rich. ライブなんか10万円で買えちゃう。破綻したら買いに買ってそっち行きます。はい、はい、ね、翔さん今ね、はい、映像はね、スポンサーの映像が流れたんで、まあ、多分翔さんのこと知らない人もたくさんいると思うんで、そうですね、はい、まあ、ドイツとかでは有名なんですけども、はい、じゃあ翔さんね、僕も一度お会いしてね、この人会いたいなと思って、ね、安倍さんの力でお会いさせてもらったんですけど、はい、どんな人か、ね、TikTok やってるんですよ、TikTok、SHO で検索してもらえば、ちょっと流してもらっていいですか、このゴールドベンツを、はい、安倍さんが
そうですね、今回これはテスラで、はい、安全運転する方でドライブ免許点数残り少ないやゴールド免許剥奪マジないなブルー免許彼見た目と、なんだろう、物の考え方とか全く違う。曲のテーマもすごくちゃんとしてる。さっきのシンクロベンツ買って嬉しくて大事にしてると思う。でこの今かかってるのが安全運転しようそう、ゴールド免許だったの侵入禁止入っちゃって切られたからみんな歩いてしまうねみたいな感じとかあと薬物はやめろとかギャップがねギャップ作りがまあそこ最初怖くて最初 TikTok 見た時いや怖いからなんでこの人の画像入ってくるんだろうと思って嫌だったんですよ。だけどライブ見たらいやめっちゃちゃんとしてるじゃんのって目がねすごいキラキラしてるんですよ、ね、でも最近さらにキラキラ増してる。キラキラしてる。そう、最初のライブ見たってちょっとまだ怖さが残ってたんですよ。反応もいまいちだったんですけど、最近めっちゃキラキラしてる。してますね。うん。だからもうなんか自信がすごいついたんだなっていう。さらに自信がついたっていうか、もうなんか多分いろんな層に好かれるんじゃないですか。これそうですね。今までこういう尖った層だったけど、うん、どんどんこうファミリー層に好かれる感じがしてくる感じがしますよ。ということで翔さんでしたね、はい、あそういうね、はい、テスラだとかベンツをね、はい、手掛けてますんで、はいはいはい、ということでちょっと話戻りますけどまたこのねこの2種類ねこの2つあるのこのこれを塗ると静電気が起きなくなってホコリがつける。そうです、ね、2種類あるのなんか違いがあるの、ね、どう違うんですか。こっちは、うん、あのスプレータイプの、うん、コンディショナーメンテナンスワックスなんですよ、うん、だからあの岡本さんのカーケアジャパンさんで、うんスポンサーさんの洗車していただいて、うん、でその後水はじきとか光沢を維持するためにこれをシュッシュッシュッと拭いて、うん、それ使ってるんだ。で含まれいや使ってもらいたいなと思ってますね。なるほど、はい、そうそうスポンサーへのアプローチなんです、ね、そう使ってほしいな使ってください。岡本さん使ってください、はいはい、そして、こっちがクリーナーなんかあの白い車とかに黒ずみ、うん、あとはまあ例えば冷蔵庫でもいいですよ。なんかどっか黒ずんできたらこれを塗って、うん、で拭いてもゴシゴシこすって拭いてもらうという感じです、うん、綺麗になる。そうですね、うん、ちょっとこれもこだわりがあって、まあ、静電気防止効果は両方あるんですけど、うん、こっちはただ汚れを取るっていうことじゃなくて、車とかで汚れ取るときってコンパウンドって粉が入ってるんですよね、うんうん、でゴシゴシ削ると、うん、だから傷になっちゃったり、そうですよね、塗装が薄くなっちゃうんですけど、うん、ちょっとこれ発想が違って、うん、クリーニング屋さん汚れ取るときってベンジンとか溶剤で汚れを溶かし落とすじゃないですか、うん、だからその発想でコンパウンドがあまり入ってなくて、うん、その溶剤の力でベンジンに近い溶剤の力で、うん、あの溶かし落とすような感じの商品になってます。でも傷がつきにくい、うん、そうですね、まあ、ガンガン汚れ落ちるかったらそうでもないですけど、まあ、適度な日常のついた汚れとかは落とせる。対象は金属ですか。いや何でもです。プラスチックとかでもいい、ね、そうですね、布とかだと染み込んじゃうから、うん、適さないのは染み込んじゃうもの、うん、あとはツヤが出ちゃ困るもの、あ、ツヤが出ちゃ困る、はいはい、あとはザラザラすぎるもの、ザラザラすぎるもの、はい、猫の舌とかザラザラしてるじゃないですか。猫大好きですもんね。猫好きです。犬と猫だったら猫派なんです。いや両方好きですよ、はい、ダンゴムシ以外は何でも好きです。ダンゴムシ、サナダムシも好きですか。サナダムシもなんか目黒にありますよね。知らないですよ。あの寄生虫博物館とか。え、そうなんですか。目黒にあるんですよ。あと今あのすぐ近くのトリガーズリーのすぐ近くの、うん、なんだっけ、あの建物、東京スカイツリー、スカイツリー、はい、スカイツリー635メートル、はい、あ、じゃあ634メートル、武蔵か、の中で今、うん、キモイ展ってやってるんですよ。キモイ展、俺行かなきゃ。すごいね、あの、うん、なんかキモい虫とかクモとかがいっぱいいるんですよ。ぜひ行ってください。なんか僕ジョジョコラボでジョジョしか行ってなかったんだけど、子供たちの歓声すごいですよ。あ、そうなの。ギャーギャー言ってすごい、一番盛りがキモいんですよ。でその中で一番キモいのが、うん、あの南アフリカから来たちっちゃいゴキブリタワーっていうのがあるんですよ。ゴキブリタワー、ゴキブリタワー、なんかガラスのショーケースの中に、うん、違う、目の細かい網の中にゴキブリがわーっとタワーになっているんですよ。気持ち悪い。しかもこれガラスで囲っててくれないのに、え、目の細かい網だから怖いじゃないですか。出てきそうだよ。出てきそうじゃないですか、うん、ちょっとぜひ行ってくださいよ。いや、めっちゃあの車の話よりキモい点の話がめっちゃ近い。あ、そうそうそう、それこれ優勝所すぐ出してくれるの。超キモいの。え、なんか映像のキモい点。これキモい点の PR になってませんか。空町5階なんだ。あ、空町の5階で、あ、だから、あ、もうチケットないじゃん。
チケット制なの今。チケット制じゃないかな。これ前売りチケット完売って書いてある。前売りチケットじゃなくて当日券があるんじゃないですか。あるんですか。うん、ちょっとネットで検索して見てみよう。まあ行ってみて空振りってのもいいです。フライコーナー向かって振られます。あとうんこコーナーもありますよ。うんこコーナーですか。もううち子供のうんこだけでもう十分でしょ。子供うんこ好きですよね。VR で。いやうちのうんこまた好きとかじゃないんだけど、うんこしてること気づかないからね、そもそも。まあ皆さんぜひね、キモいで、俺もちょっとこの後タクシー乗って行ってこうかな。ぜひぜひ。ということでキモいで、はい、そして、はい、コメントがまた来てますね。はい、まあ先ほど送ったなーちゃん、ありがとうございます。ラティナさん、安部さん、お二人の会話を聞きながら仕事を楽しいです。あ、リモートワークしてるんですよ。あ、でこうラジオを聞きながら、はい、仕事してね。お二人に質問です。無人島に持っていくとしたら何を持ってきました持ってきますか。私はちなみに何も持ってきません。なぜだ何持ってきますか。あ、無人島持ってきます。いつも思ってたんですよ、うん、自由奔放に生きてるから、うんうん、じゃあ最悪ちょっとなんか誰、法を犯したりとかして、うんうん、刑務所入っちゃったら、うん、何を持ってこうって。刑務所ですか。はい、刑務所持っていけない。いつも実は考えてたことがあって持っていけないですから。刑務所は刑務所にコンタクトと爪楊枝は欲しいなと思ってて。コンタクト爪楊枝ですか。目すげえ悪いんで、うん、だからコンタクトないと見えないから、うんうん、刑務所でほら読書コーナーとか、うん、ほらテレビ見ないから本読まなきゃいけないじゃないですか、うん、本当にコンタクトないと困るなと思って、うん、だからコンタクトレンズは刑務所に持ってきてもらいたいな、差し入れで、うん、と思いました。爪楊枝ほら歯詰まるじゃないですか。昔詰まんな、歯並びいいっすね。あ、そうよく言われるんですけど、でも虫歯だらけなんですよ。そう、なんかベトナム料理とか食べるとほら草みたいなのとか歯にいっぱい入るじゃないですか。パクチー？いや、あれはタイだけど、ベトナムだとなんか藁みたいなのなんか入る。そう、だからそう、爪楊枝とコンタクトレンズですよ。じゃあ無人島もそうなんですね。無人島ももちろん。だからうわすごいの本ないですよ。まあでもほら見えないと困るじゃないですか。カニとか取れないじゃないですか。そんなに目悪いんですか。超悪いですよ。 0.02 ぐらいなんで。ああ。でも差し入れできないんで、一回使い捨てのコンタクトだったらずっとですよ。まあまあいいっすよ、それは。見えないよりはいいんで。見えないより、はい、僕は真面目に言うと虫眼鏡かな。なんか虫眼鏡で火起こせそうな気がするじゃないですか。昔よく犬の背中でやったレンズで、ついついにうちのジョンによくやってましたよ。逆転ですよ。いやいや、犬気づかないんですよ。煙立っててもチリ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 。俺もでもうんこって背中にマジックで書いたことありますよ。うちのチームジョンが子供の頃、鎖外れて、うん、いなくなっちゃう時があって、うん、で3日ぐらい経って戻ってくるんですけど、うん、なぜかね眉毛描かれてるんですよね。かわいそう。そう、昔はそういう犬いっぱいいませんでした。昔はね、そう、帰ってき猫も話し飼いだったもんね。そう今猫って家から出さないじゃないですか、うん、昔はね3軒ぐらいあいつらルートセールしてましたよね、間違いなく。そうです、ね、今猫って鈴つけちゃダメなんですよ。ダメなの、なんで。だってかわいそうじゃないですか。どうして自分鈴ついてたらどう思います。だってチリンチリンですよ、動くたんびに。うるさいじゃないですか。鈴はつけてないけど、真珠つけてる男の人いますよね。あ、下に1個ぐらい。あ、いますよね、知り合いにもいますいや、それ感覚なんじゃないですか。なんか2個にしようかなとか言ってたから、それどうでもええわって言ってたんですよ。何の話をしてるんですか。全然車から外れた方が生き生きしますね。いや車以外の話の方がめっちゃ生き生きしますね。いや車しか知らないですか。生き物体キモい点知ってたじゃないですか。そのマニアックな。で全然台東区のさ番組やってるんですよ、これ毎週、はいはい、台東区のね、アズリモニングで全然キモい点の話とかやんだよ。やったらいい、紹介しろよ、少しな。火曜日がね、アズリモニングって僕担当でやってるんですけどね。あと一番好きな食べ物は、うん、浅草橋にある、うん、東京ミート酒場。いや、そこにあるじゃん。じゃあ帰り行きましょうよ。あそこ美味しいの。帰り、いや、行ってこない。帰り行きましょうよ。あ、すごいんですよ、ミート酒場。ミート酒場なんか立ち食いみたいなカウンターの店ですよね。そうそう、うん、そう、行こうと思ったんですけど、ね、夜はね、カルパッチョ超美味しいし、うん、あとミートソースはね、うん、っていう感じですね。でもミートソースはね、でやめない。やめない。なんでさっき東京力飯が一番好きだって言ったのに、浅草橋のミート酒場行っちゃうんですか。先にミート酒場の話しなさいよ。
浅草橋なんですけど、ね、あ、そうですね、というかもうあと6分で終わっちゃうんで、あ、そうなんですか、ちょっと、ね、ちょっと、はい、はい、あのホームページちょっと開いていただいて、はいはいはい、これはアクティブガレージさんのホームページで、はいはいはい、でここにアクセスしていただくと、これあのメニューがこれですか、ガラスコーティングとかカーフィルムとか、そうですね、はい、すごいですね、なんか店はどちらにあるんですか、店はね、秘密なんですよ、うん、秘密か秘密基地、あのショールームは言えるんです、うん、神奈川通りにあるんですけど、神奈川なんですか、はい、神奈川通りにあります、うん、で工場の方はそこから7分ぐらいなんですけど、うん、その大手自動車メーカーとか、うん、有名人の人がその看板出さないでくれと、あ、なるほどね、そうかそうか、さっきみたいな人が来て押し寄せちゃうと、はい、なるほど、いや翔さんの時ね、そう、たまたまね車出す時にいました、うんうん、何人ぐらいか目立つ、目立つわ、なんかそう、え、神奈川ってうちの近くじゃないですか、うち中野なんですよ、あの江戸川の方ですよ、千葉の方の神奈川、あ、そう、神奈川高架、千葉の方の神奈川高架、こう循環してるから真反対だ、そうそう、真反対です、ね、新宿のやつと飲んでると、うん、あのどこって言われて、うん、俺江戸川、あ、千葉の方ねって言われて、うん、そう、新宿のやつは江戸川区を千葉だって言うんですね、確かに、だから中野の人もそうでしょ、江戸川って言ったら、ああ千葉の方ねって言って思うでしょ、思う、思う、ね、そう、思います、思います、でしょ、はい、そうです、だから僕あの錦糸町あるじゃないですか、錦糸町って千葉だと思ってたんですよ、でしょ、ずっと悔しいから中野したら、あ、山梨ねって言ってやろうかな、いや、じゃあ中野からですよ、八王子くらい、八王子ね、八王子、その八王子でしょ、八王子はだって厚木じゃないの、八王子がよく間違えるのは相模原、相模原、あ、町田だね、相模原と町田は、そう、八王子はそうですね、あのでも東村山は埼玉って思われる、あ、所沢とか新座とか、あっち、そうそう、町田ってちょっと前まであれ神奈川でしたもんね、神奈川でしたよね、確かね、確かこう川沿いで区切って東京に入れちゃったっていう、だって走ってるバスが総武バスとかなんとかって言ってたんですね、そう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 、そう、確かにね、錦糸町って何区なんですか、錦糸町は何区だろう、あれ何区なんですよ、台東区じゃないよ、ね、江東区か、江東区、江東区違うか、小岩は千葉、小岩は千葉じゃなくて江戸川区ね、あ、失礼しました、これやばいやつそうだからね、僕ずっと西に住んでるんですよ、だから東寄りのことが分かんないんですよ、あ、じゃあディズニーランド来ないでください、ディズニーランドはもうかぶりしなんで、え、サーティスリーとか入れんの、サーティスリーってなんですか、サーティスリークラブ、はい、いや入ったこと知らない、ワールドマーケットのさ、なんか好き、あのほら秘密の扉があってさ、いや、そんなんあるんですか、スポンサーとあと有名人手越くんとか、いやいや、スポンサーじゃないですか、かぶりしとスポンサー違いますから、はい、でも僕はあのディズニーランドでバイトしてたからね、裏側は入ったことあります、何の話してるんですか何も知識量のない完全に東側をディスっただけじゃないですかイメージめちゃくちゃ悪くなってるわ俺スカイツリーも登っちゃダメスカイツリーもディズニーランドはでも動いても行っちゃダメでも東京ってあれ千葉だけど東京ディズニーランドってね海だから、海の上だからね、うん、何でしょうね、海だって成田空港なんかめっちゃ遠いのに思いっきり東京ってつけてますけどね、何なんだろう、もう、そうっすね、もう東京州にしちゃえばいいのにね、東京州にしちゃえばもう全部東京でいいんじゃないですか、東京力飯もそうっすね、今東京は新宿1店舗しかないですからねやっぱり力飯鎌ヶ谷鎌ヶ谷ね、新鎌ヶ谷、新鎌ヶ谷日ハムの球場がとかですね、そうそう、今行っとかないとだってなくなっちゃったら後悔しますよ、ね、僕は後悔しないです、あのガリがガリじゃないんですよ、あの寿司屋の生姜みたいな甘酸っぱい生姜なんですよ、あ、そうなんだ、白い輪切りのなくなっちゃいますよいやでも新宿はもう近く行きますけど、僕あのスタ丼で満足できる男なんで、はい、そしてですね、はい、ちょっとホームページは全然できてないじゃないですか、ちょっと神奈にあります、はい、ホームページ、はい、で興味ある人は検索は何、検索ワード何で検索すればいい、検索ワード何でしょうか、アクティブガレージで、アクティブガレージで検索してください、はい、でちょっと塗装とかラッピング興味ない人は、はい、そして今日これプレゼント、はい
これ、ラティーノさんの DM で、はい、欲しいと思います。はい、ザザザ、はい、はい、ですね、あ、そうそう、ツイッター、インスタにね、コメントをいただけたら、抽選でプレゼントいたしますので、これは、2本同時に1本1本しますか、どっちか1本1本で、1本1本、じゃあどっちか1本、そこにね、うん、これがあれ、うん、あれないや、何の紙ですか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 、はい、はいはいはい、次世代簡易型コーディング、はい、これをですね、クリーナー1本、コンディショナー1本、各本、抽選でプレゼントしますので、インスタの方に、コメントください。1本2000円の商品ですよ。すごい、お得ですよ。はい、はいはい、で、TikTok 見てる方は TikTok のプロフィールにインスタ連携してられますので、 TikTok のプロフィールからインスタメール飛びますので、そちらからお申し込みください。これ一緒に、これをチラシもね、はい、セットで送りますので、はい、どういう使い方は、これ見れば、使い方は裏見れば、はい、あります。はい、ありがとうございます。ということで、もう時間になりました。はい、はい、今日のゲストはアクティブガレージの阿部祐一さんでした。どうもありがとうございました。急に終わりました。危険ならば行ける、赤信号絶対車止める、安全点呼ラティーノヒーチカトキエレプロアラオラティーノマン